どうも、アキトントンです。数学 1A の公表に続いて数学 2B もやっていきたいと思います。数学 2B 全体としては、基礎的な勉強をちゃんとしてる人にとっては、簡単なのかなって思います。ただ、そういう基礎的なこと、まあ、ちゃんと数学を理解してなかったら、意外と難しい問題になってると思います。じゃあ、大問一個一個解説していきたいと思います。で、問題の出方としては、めっちゃセンター試験によってますわ、正直。大問1の括弧1三角関数の問題で、最初に関しては三角関数の合成を普通にしていくだけなんですけど、括弧2ですね、難しいのは。コサインで三角関数の合成をするんですよ。いつもサインでしてましたよね。サインでしてたけど、コサインでできない人って意外とおるんかなと思います。手順は同じなんですよ。括弧2の1に関しては p イコール0の時、まあこれ p で場合分けしてるだけなんですけど、 p イコール0の時はコサインが消えて y イコールサインシータなので、まあ最大っていうのは2分の π、 当たり前ですけど最大値1って、ここはできると思う。で次ですよね、 p が0の時の加法定理書いてくれてます。なんでかって言ったら、三角関数の合成は加法定理からできるものですよね。だからそれをやってるんですけど、それを誘導してるんですね。それに気づけばいいんですけど、ちょっとだけ書きますね。はい。この y イコール p コサインシータプラスサインシータ、順番逆にしたけど、これをコサインで合成するんですよね。三角関数の合成の手順としては一緒です。この係数の2乗のルートでくくるんですよ。だから1プラス p の2乗でくくります。そしたら、ルート1プラス p の2乗 p コサインシータプラスルート1プラス p の2乗分の1サインシータってめっちゃ後ろ向きながら書きましたけど、こうなるんですよね。ここまでできたら大丈夫だと思うんですけど、これがコサインになるっていうだけです。だから、これを合成すると1プラス p の2乗をコサインシータマイナスアルファなんですね。OK ですか？ここマイナスになるんですよね。なんでかって言ったら、まあ、コサイン、コサイン、サイン、サインですよね。それで覚えてみますよね。な、今回問題で普通にコサインシータ引くアルファっていうのがコサインシータ、コサインアルファ、サインシータ、サインアルファって与えてくれてるから、それ使っただけです。それで、問題解くだけですね。だから、キーっていうのは9番ですね。1プラス p の2乗で、このアルファって何なのっていうのが、サインアルファイコールで表すんですよね。サインアルファイコールこっちですね、ルート1プラス p の2乗分の1で、ここですね、コサインアルファっていうのがこいつですね、ルート1プラス p の2乗を p みたいな感じになって選択肢選ぶ問題。だからこれは三角関数の合成の流れというか、理屈が分かってないと解けない問題かなと思います。だからこれ本当に基礎的なことが分かってないと無理。次は P がマイナスの時ですよね。 P がマイナスの時っていうのも一応三角関数の合成でもできるんですけど、これ普通に Y イコールサインシータマイナスコサインシータになるから、その時の最大値求めてるんですから、コサインが0の時に絶対最大になりますよね。だからコサインシータが0の時を考える。つまりシータイコール2分の π の時、最大値サイン2分の π やから1っていう感じで選択肢選べると思います。で、次、括弧2は指数対数の問題なんですけど、これ勉強してる人からしたらめっちゃ見たことあるようなやつが与えられてると思います。fx はもうどう見ても偶関数、gx は奇関数っていうので、とっついてたら、この問題は簡単かなって思います。まあ最初は代入するだけなんで、ここは誰でもできるかなって思いますね。次は、まあ相加相乗平均に入れて問題解くだけなんで、これ知ってるか知ってないかですね。だからそこまで難しくないですね。だから gx イコールマイナス2の時っていうのも、2の x 乗で式を立てて、方程式解くだけで最後ログにしたら問題が解けるという感じ。で、括弧2も偶関数、奇関数やなって分かってたら、トートナーはすぐ瞬殺ですよね。で、その次の fx の2乗引く gx の2乗、これも普通に2乗して解いても OK だと思いますけど、2乗引く2乗って数学でよく出てきますよね。和藤さんの積は2乗の差ってやつです。これめっちゃ理系大好きやねんけど、これ使ったら結構簡単に計算できるかなって個人的には思います。で、カッコ3がちょっとむずいんかなと思うねんけど、この花子さんと太郎さんちょっとしたヒントくれるんですよね、いつも。これでなんか言ってて、ベータに何か具体的な値を代入して調べたらどうかなって花子さんめっちゃいいヒント出してるんですけど、この具体的な数字っていうのが一番最初に F0 と G0 出してますよね。だからこの x イコール0を使ったらめっちゃ簡単なんですよ。つまりベータイコール0ですね。で、そのベータイコール0を ABCD に代入していく。そしたら A っていうのに0を代入したら Fα イコール Gα になって、まあ成り立たへんけど、 B やったら Fα イコール Fα になって成り立つみたいな。だからこれは結構誘導が優秀かなっていう感じ。それでまあ B だけ成り立つっていうのがわかるから、その具体的な数字で不安やったら実際に FX と GX 代入してもいいけど、これ時間ないからその0だけでいいと思います。
で、次、大問2ですね。これ、微分、積分の問題なんですけど、正直、積分しないですけど、簡単ですね。はい。接線めっちゃ大好き、みたいな問題なんですけど、最初になんか共通点みたいなんで、Y 軸との交点の Y 座標はって言われてるんですけど、2次関数とか3次関数とか何でも一緒なんですけど、Y 軸との交点って X イコール0の時だから、X がひっついてないやつを選べばいいだけなんですよね。だから、この1番と2番に X ついてないの3なんです。ここが接辺なんですよ。まあ、それは当たり前なんですけど、Y 座標はだから3ですね。で、Y 軸との交点における接線の方程式。接線の方程式って言われたら、まあ、とりあえず微分しますよね。微分したら、y' イコール 6x プラス2 と y' イコール 4x プラス2ってすぐ出ますやん。で、これ y 軸との交点って言われてるから、x イコール0を代入するんですよね。そしたら2って両方になってますやん。まあ、簡単ですね。で、次の問題は、同じようにできるんですけど、全部バババって微分して同じように求めてもいいし、この性質を分かってたり、次の問題読んだらすぐ分かるかなと思うんですけど、接線の方程式が同じって言ってるから、とりあえず y 座標が y 軸での交点っていうのが 3y 座標3になってるやつ、つまりプラス3になってるやつはもう3、4、5ってそこで絞られる。で、その次に x イコール0を代入するから、微分した時に x がついてないやつっていうのが2になってたらいいんですよね。傾きやからそれが。OK? だからそれでプラス 2x プラス3の形を見ればいいだけなんで、4番ってここも瞬殺できるんですよ。まあこれぐらいの計算量やったら全部やってもいいですよ。で、次の問題はそれを一般化してるだけです。だから接線の方程式って y イコール bx プラス c になるよねっていうことですね。それでまあ接線 l と x 軸の交点の x 座標、まあ b 分のマイナス c ってすぐ出ると思うんですけど、これで y イコール ax 2乗プラス bx プラス c と、その接線とその直線 b 分のマイナス c で囲まれた面積、これめっちゃ有名なやつですよね。そう、3分の公式とか言われてるものやと思うんですけど、だから3分の a かける b 分の c の3乗なんですよ。まあだから答え的には333って全部入れれるんですけど、これは数学 2b でその共通テストの積分、微分、積分対策で絶対教えられる公式やからパッてできてほしい。まあもちろんインテグラル使って積分しても大丈夫です。で、次は丸3において a イコール1として s の値が一定となるように正の実数 bc の値を変化させるって言ってるんですけど、その b と c の関係を表すグラフ、まあ、B イコール C の形で表したらいいだけなんだよね。これもそんなに難しくないですね。だから C の3乗イコール 3SB の3乗になるんかな。そしたら C と B に注目したら両方3乗やから、これも3乗取ってあげる、3分の1乗してあげたら C イコールだから 3S の3分の1乗かける B になって、これ普通の比例なんです。 3S の3分の1乗ってただの係数、比例係数やから具体的には0か、比例の式になってる、これを選べるっていうだけだから1枚目そんなに難しくない。で、2枚目、これ同じなんですよね。2枚目もそんなに難しくなかったね。3次関数でも同じようにしていくよっていうだけなんですけど、考え方は同じですよね。 Y 軸との交点って言われたら X イコール0を入れるから、まあ5になって、それでそこの接線っていうことは微分しますやん。で、微分して X イコール0を代入するから、 X がついてるやつは全部無視しなかん。傾きっていうのは X 以外のやつやから、微分して残ってる、まあ、3ですね。 X の係数を見たらいいだけです。だから 3X プラス5ってこれもすぐ出ると思います。で、一般化してるだけですよね。それで、最後になんか HX イコール FX 引く GX と置いてるんですけど、 FX から GX 引いたら、まあ普通に AX 3乗プラス BX 2乗が残るだけですね。これも多分大丈夫だと思うんですけど、それでグラフの外形求めるんですけど、 X 2乗でくくれるから、解として X イコール0とマイナス A 分の B が出てきて、まあ2ってすぐ分かりますね。それで Y イコール FX のグラフと Y イコール GX のグラフの共有点の X 座標、今さっき求めたやつなんで、ここもなんかほんまに同じこと聞いてるかなって感じ。もうトートロジーですね。まあ同じなんです、本当に。 FX イコール GX の形にするやん。それって式変形したら FX 引く GX の形になるじゃないですか。だから X イコール0を求めようとしたら、さっきの形と一緒で、まあ X イコールマイナス A 分の B と X イコール0が解になるだけですね。で、それの絶対値の値が最大となるのはって聞かれています。もう普通に先置いたやつを微分したらいいです。もうこれもう絶対値やからちょっと鬱陶しいんですけど、もう普通に微分したら 3AX 2乗プラス 2BX になるじゃないですか。なんかこれ X でくくったら答えに入るのが正直 3A 分のマイナス 2B になるから、ここまで簡単やと思います。だから微分積分はこの数学 2B の中で一番簡単やったかなと思いますね。で、まあ問い算に関してはこれやらない高校生の方が多いと思うんで、割愛します。確率分布の問題ですね。次、問4、数列の問題なんですけど、これはちょっとだけ難しいかなと思います。ただ誘導がめちゃくちゃ優秀なんで、それに従ってたら解ける問題だから、全然数学力を問ってんのかって言ったら、そんなに問われてないかなって個人的には思いますね。どっちかって言ったらひらめきみたいなところあるかな。ちょっと面白いんですよこの問題。まあ普通にカッコ1は簡単ですね。 P と R がもう初交差、交差 P の等差数列を AN とか問題文で与えられてるから、公式に代入するだけで R と E は埋まります。それで次は、まあ、誘導にするんですよね。
で、BN で割んねん。で、BN で割るときに注意しなあかんのが、BN プラス1割る BN っていうのは R になるよって、これ当たり前のことですね。等比数列なんで、次の項を割る今の項をしたら、項比になるだけっていうのを言ってる。これを使うと、まあ、式変形できてっていうので、ここまで何なく多分誘導に従ったらできると思うんですよ。で、次の問題も R イコール O のときって O も求めてますよね。R イコール2のときっていうのを代入したら0イコール2カッコ P 引く6プラス6になって P イコール3ってすぐ出ると思うんですよ。これ実際考えたらちょっと難しいと思うんですけど、これ誘導に沿ったらできるんで、そこはもう取りましょう。こういう問題なので時間がもったいない。でカッコ2で、そこまででもう P と R が分かってますやん。だから AN っていうのが 3N、 BN っていうのが 3×2 の N-1 乗っていうのが分かってるから、あとは和の公式に代入するだけ。まあ公式ですね、これも。だからここまではそんなに難しくない。もうほんまに誘導が優秀だと思います。でカッコ3、 AN に対して初項3の数列 CN が次を満たすとするっていうので、また新しい数列が出てきてちょっと鬱陶しそうなんですけど、これも本当に誘導に従うだけで6を変形して CN プラス1の形にしてるんですね。だからもう CN プラス1でくくって CN プラス1イコールにするだけなんで、式変形がちょっと鬱陶しいだけですね。でここで次空が鬱陶しいんですよ。これちょっとひらめくの難しかったなって思うんですけど、 CN プラス1イコールなんか AN プラス3分の4括弧 AN プラス1になると思うんですけど、かける CN、 全化式の形になってて AN が鬱陶しいのに、なんか数列 CN は空であることがわかるって言ってて、どんな数列かを説明してるんですよね。選択肢が AN があったら説明しづらいんですけど、これの前に誘導として P イコール3であることからって言ってて、 P っていうのが交差っていうのを表してますよ。だから AN にその交差足したら、それは次の項になるじゃないですか。だからその分母 AN プラス3っていうのが AN プラス1になるんですよ。これ思いついたらもうめっちゃ楽しいってなると思います、数学。そしたらまあ CN プラス1イコール 4CN になるのかな。ってことはこれは等比数列ですね。だから項比が1より大きい等比数列になります。まあでも選択肢的に等比数列になるのはなんとなくわかると思うんで、それから消去法でやる人が多いんかなと思いますね。これ思いついたらすごい気持ちいいかなと思います。で最後の問題、最後の問題も誘導に従うだけです。 DN プラス1イコールにしてるんですよね。これで最初に BN 分の BN プラス1っていうのは R って言ってるじゃないですか。それを使うのがちょっとだけ鬱陶しいかなってだけです。その地とかを見てくれると BN がないから、 BN 分の BN プラス1っていうのが2になる。これを使うのがちょっと鬱陶しいかなと思うんですけど、地とかを見てくれると BN とかがないから、あれを使ったんやってそこでなってほしいんですけど、で DN プラス1イコール9分の2括弧 DN プラス U になると思うんですよね。そこでなんかこれがちょっと鬱陶しいね。数列 DN が項比が0より大きく1より小さい等比数列となるための必要十分条件はって言ってるんですけど、必要十分条件とかどうでもいいんですけど、等比数列になるって言われてるじゃないですか。だから等比数列ってどんな、なんて言ったら絶対 U いらないじゃないですか。だからとりあえず U イコール0、だから点はすぐ埋まるんですけど、次そしたら DN プラス1っていうのが9分の 2DN になるじゃないですか。だから項比っていうのが9分の N になるじゃないですか。これが011の間に入るよっていうことで、9っていうのが2より大きくないとこれ成り立たないんじゃないですかっていうことで埋まると。だからまあ今説明した感じだったら誘導に沿ったら簡単かなと思うんですけど、これ一人で解けって言ったらめっちゃ難しいと思います。まあ個人的にはその式変形とかを文字がいっぱいあるから、そこでなんか書きミスとかしたら終わる問題だと思います。次ベクトルの問題ですね。まあパッと見た感じ思いっきり空間ベクトルの問題やんって思うんですけど、実は平面の問題で解けるっていうやつですね。正十二面体とか出てきて鬱陶しいと思うかもしれないんですけど、これもまた誘導がすごく優秀なんですよ。誘導が優秀一辺の長さが正五角形 OA1B1C1A2 を考える。これ鬱陶しいね。そしたら A1C1B1 っていうのが何度になる。これいきなりここできない人たまにおるかなって思うんですけど、高校入試の問題にちょっと似てるかなって個人的に解いてて思いました。僕中学生に教えることが結構あるんで、それに似てるかなって個人的に思いました。まあ正多角形、まあ今回正五角形ですね。正五角形とかっていうのは円に内接するから、それから解ける問題 A1C1B1 っていうのはまあ36度ですね。これ中心角は72度なんで、それの円周角なんで36度で、同じように36度ってなって、 A1、A2 と B1C1 は平行であるゆえに、 A1A2 っていうのはまあ A×B1C1 になるんですよね。まあ普通に B1C1 っていうのは1で、 A1A2 っていうのが A って言ってるから 1×A やんな。であとはこれ本当に誘導が優秀やと思うんですけど、誘導が優秀、 B1C1 っていうのがマイナス AOA1 引く OA2 のベクトルと OA と AOA2
2になるから、これくくるだけなんですよ。 OA1 でくくるのと OA2 でくくるので、最終的に AO っていうのが A-1 になるじゃないですか。だからこれ本当に誘導に従うだけです。従ってっていうのもこれ A イコール2分の1パスルート5っていうのも出してくれてるんでめっちゃいいですね。じゃあ難なく次いきます。正十二面体にここからなっていきます。これも誘導に従うだけなんですけど、 OB1 っていうのを表してくれてます。 OA2 たす AOA1 になってるじゃないですか。それで絶対値の2乗の計算っていうのは結局 A1A2 の2乗になるよっていうことで、 A1A2 って何のことなんて言ったら A やんな、スモール A のことね。だからスモール A の2乗なんですよ。それでカッコ1番でスモール A をもう最初から与えてくれてるじゃないですか。2分の1プラスルート5、これ2乗したらすぐ出ると思うんで、まあ大丈夫です。2分の3プラスルート5になります。でこれに注意するとって言ってるから、これに注意して内積 OA1 たす OA2 ですね。これめっちゃ有名ですよね。普通にその絶対値の2乗を展開したらいいだけです。 OA2 の2乗をマイナス2OA1 と OA2 になって、最後プラス OA1 の2乗になるじゃないですか。でもちろん OA1 と OA2 の絶対値っていうのは1じゃないですか。今回一辺の長さが1の正五角形考えてるから、だから普通に内積はパンって出るよっていうだけ、4分の1マイナスルート5かな。だから空間になってるけど、これ平面の問題なんですよね。で次の問題から難しくなるんかなって思っても同じような感じですね。で次に OA2B2C2A3 ちょっと奥に行くねんな。ただこれ全部図が与えられてるからめっちゃ解きやすいんですよ。 OB2 っていうのはまあこれ誘導に従ったら OA3 とAOA2 になってって書いてあって、普通にこれ誘導に沿って、まあ、4分の1引くルート5、これ代入するだけです。そもそも出してるので。じゃあ次に、OA1 と OB2 の内積はどうなるのって言ったら、OA1 と OB2 っていうの、OB2 っていうのを最初に与えてくれてるじゃないですか。OA3 と AOA2 の足し算。だから、それに代入して内積が2つになってって感じ。だから、OA1 と OA3 の内積。まあ、今回それで4分の1引くルート5って出してる。プラス A、OA1、OA2。これ前で出してる。それの足し算になって答えは9ですかね。4分のマイナス1マイナスルート5。で、この次の問題が高校受験で使った人はたまにおるんかなっていうレベルの問題。知ってる人は知ってるっていう本当に知識の問題かなと思うんですけど、OB1 と OB2 の内積。これ図で書いてくれたらわかるんですけど、OB1 と OB2。これ、正十二面体の中に立方体が入るんですよね。その立方体の内積、つまり90度なんですよ。だから0なんですよ。これ分かってたら次の正っていうのも正方形であるってパッてできるんで、このベクトルの問題はちょっとねって感じ。はい。ただ、OB1 と OB2、前の問題と同じようにやったらいいだけですね。OB1 っていうのは前に出してるので、それを代入する。OB2 っていうのも今回出してるので、それを代入したら、同じように0になると思います。計算量が多いだけです。誘導に乗ると、次、4点 OB1、DB2 は同一平面上にあるって言ってるんですけど、これもう内積が0って言ってるじゃないですか。あと、ベクトル側で、ね、つまりな、平行で長さが等しいっていうから、正方形になるよっていうので、解けるんですよ。ただそれだけです。だから、正十二面体が単体で出てきたとしたら、めちゃくちゃ難しいんですけど、今回誘導が優秀。もう今回の説明で何回出てきたかって、誘導が優秀なんですよ。これめちゃくちゃ。あと図が全部にあるから正直簡単です。数 2B で一番難しかったのは、まあ、個人的には三角関数のところと数列のところかなって思います。基礎をちゃんとやってないと無理だから。ただセンター試験と何が変わらないって感じなんで、対策してきた人には申し訳ないなっていう感じの問題でしたね。受験生お疲れ様です。切り替えて二次試験とかの対策を頑張ってください。バイバイ。アキトントンでした。